かつて三人の男が桃園にて義兄弟の契りを交わした。生まれた時は違えど同じ時に死せん。しかし今繁盛に関羽が倒れ、張飛も部下の造反で命を落とした。一人残された劉備、その悲しみは深く怒りは激しい。それから時を置かず、魏では曹操が没し、曹丕がその後継となる。曹丕は五冠の帝から禅譲を受けると、自らを魏帝と号した。これを知った劉備は漢の世を継ぐべく蜀漢の帝の座につく。年が明けると劉備はまず義兄弟の仇である呉の征討を宣言。上将となった諸葛亮の制止も聞かず、自ら軍を率い進発した。劉備を守るは趙雲、そして義兄弟の忘れがたみ張飛と韓光。体得の悲嘆と怒りは魏領に仇敵を打ち果たせるか。任せとけって。言っただろ、お前にはまだ早い、恩人に戻れって。私にも実戦の経験はある。張飛、なぜ私を止めようとする。危なっかしいんだ、お前を見てるとなんだかな。もう子供ではない、子供ではいられない。張飛、韓光は戦場で十分やっていける。父君の仇を討ちたいという思いもお前と同じだ。だがこの状況でいつまでも立ち合いをしているお前たちはまだまだ未熟ということだ。韓光、張飛、敵を討つために。後ろを頼む。私も十分に戦えると言ったはずだ。父上の敵、この手で取らなければ。
終わりたくはない。どうすべきだ。液晶撃ち取ったからな。その首もらい受ける。いざ。あんま覚えてんなよ。もう我慢できねえ。なんという武勇。師匠にも敵を討ちたくなって、お前もあの世に送ってやる。あんま怒らせるな。伝令、敵の火星部隊が林へ向け進軍開始。ついているのは関東のようです。戻って火星部隊を倒すか、先へ進むか。どうした
とない飛行機です。あなたに邪魔はさせませんよ。来いや！
か。もう預けたぞ。敵将討ち取ったからな。おお、よくやってくれた。頑張らないとね。そろそろ気づいても良さそうだが、すでに私の術中にあることを。くっ、敵が待ち構えていたか。これでは退却もままならぬわ。ぶっちゃぶっ。諸君は医療に孫悟の軍を破り戦に勝利した。しかし諸君はその先へと進軍することなく白帝城へと引く。自ら軍を率い戦った劉備が病の床に伏したためである。諸君の諸将と万民が心配する中、弱まっていく劉備の命だが、劉備自身はそれを静かに受け入れていた。未だ道半ばだが生きた。己として生き戦い抜いた。大志を掲げ天下万民を思い、時に己の情に従って。だから悔いはない。この終焉をも己の運命と思える。この先は後に続く者たちがそれぞれの道を戦い抜くだろう。ならばこの命は今桃園に誓い合った義兄弟たちのもとへ。英雄は戦乱の世から解き放たれる。劉備様は、劉備様は大丈夫じゃろうか。これを劉備様に食わしてやってけれ。劉備様、劉備様。
諸葛亮、あとを頼む。諸君の皆、私たちの陣の志を。将校殿、辛い思いをさせてすまなかった。玄徳様、私幸せだった。おお、雲長よくとく、どこへ行っていたのだ。Huh?